はい、この間、1月のいつだっけか、16、17、2日間ですね、日本武術太極拳連盟の、五段の講習会と、試験ということで行ってきました。まあ、五段のこの受験に関しては、1回、2回、3回あったんですけども、講習会があって、今回3回目で、最後にテストしますということで、若干緊張しながら行ったんですけれども、今回、3回通してですね、講師の先生方も新しくなられて、皆さん初々しくてですね、先生も少し緊張したり、しておりましたけれども、とっても丁寧でですね、親切に教えていただきました。で、今回はですね、追手ですね、追手とその乱中衛の道路ですね、これらのつながりと、実際に手を合わせて経力がどうなってるのかとか、すごく細かいことなんですけれども、今まではなんかいろいろ講習会で漠然とした感じというかですね、頭の中で薄ぼんやりした感覚でしか、分からなかったんですけれども、本当に今回はちゃんとテキストがあって、一つ一つ丁寧にですね、教えていただきました。使った道路は乱中衛なんですけども、用法、それを実際に追手のように手を合わせて、足裏からの経力をどうやって伝えてやるのかというようなことを非常に丁寧に教えていただきました。で、とてもですね、楽しくできました。川崎先生が最初の挨拶の時にですね、形だけでもいいから真似ていくと。だから、押されたら頑張らないで、飛びなさいと。で、だんだんその形をやっていく中で、中身が練れてくるから、とりあえず最初は嘘でもいいから飛びなさいみたいな話をして、全くそうなんだよなと思って聞いてたんですけれども、とてもですね、良かったと思います。で、最後試験なんですけど、今までは先生がね、相手をして試験ということがなかったんですけども、今回は講師の先生方、助っ人の講師の方がいらっしゃって、全員手を合わせてですね、この道路で、試験されました。討論というか、手を合わせた試験でした。これとっても画期的だなと思いました。で、テキストもちゃんとあるので、今後戻って自分の研鑽の糧にもなるし、とりあえず入り口としてね、教えていただいたので、日々練習の糧になっていくんじゃないかなと思います。とにかく以前みたくですね、ちょっと間違えたらって、もう眉間にしわして、真剣になって、もう神経質になって試験っていうのはありましたけれど、今回は本当にそういうことがなくて、和やかで、とっても楽しい試験っていうか、そうやって帰ってきた記憶があります。で、皆さんもですね、今後ぜひ受けられたらいいんじゃないかなと思います。ただ、難点を言えば、値段が高いということなんですけども、習い事ですから、例えば僕なんか競馬とかパチンコとか、そういうのに使ったお金からすれば、それほどではないかなと思います。ぜひ皆さんも受講されたらいいと思います。